一方通行とは、交通規制により、車両などの交通規制がかかっていて、進入禁止になることのみを、一方通行と呼ぶ場合もある。ロンドン市内中心部では、指定区域内を指定時間内に運行する自動車に対処課金する混雑課金制度が導入されているが、その迂回交通が、 住宅地等に悪影響を与えないよう住宅地への侵入路に一方通行が設定されている。警察庁が一方通行規制を実施する目的は、車両の相互通行に伴う複雑、危険な交通状態を単純化して、交通容量を増大させ、交通の安全と円滑を図る。警察庁交通規制課、交通規制基準、63ページとしている。また、 実施する場所は以下のように示している。原則として、次のいずれかに該当する道路、生活道路や、境外道路、ランプウェイにおいて、交通安全を確保するために一方通行規制が設けられる。また、この規制を都市交通に導入することへの長所として、広川は以下のように挙げている。このようにして、一方通行の規制は、都市交通における、 交通容量を増大による渋滞を解消させ、都市交通を活性化させる効果がある。補助標識、車両の種類により二輪を、除外補助標識、車両の種類により二輪の自動車以外の自動車に、限定補助標識、日、時間により、日時を、指定逆転式一方通行の実施例、一方通行、車両進入禁止、歩行者専用道路の標識を同時に設置し、 補助標識で時間別の規制内容を指定することにより一方、通行の方向を変化させている。前述の通り、一方通行規制を実施する区間には、一方通行と車両進入禁止の道路標識が単位になって用いられる。いずれもその効果は歩行者以外のすべての車両、時間帯に及ぶが、補助標識を併用して、実施区間の実情に合わせた規制を行う。 単に、一方通行といった場合、進入禁止を意味し、逆走になるから通行できないという意味合いもあるため、純走できる状態で一方通行と表現すると、混乱する場合がある。車両による違い、編集一部の車両について、一方通行の対象外とすることがあり、補助標識で、自動車、原付、自転車を除く、軽車両を除く、自動車などと指定される。 この場合、規制対象外となっている車両が反対側から走行してくる可能性があるので注意が必要となる。時間帯による違い、編集繁華街や商店街の中を通る細い道には午前と午後で進行できる方向を逆転させる逆転式一方通行とする場合がある。日本における例としては、早稲田通りのうち東京都千代田区富士見から、 新宿区や来町までの区間について、12時を境に、午前は東行き、午後は西行きとする規制を実施している。このほか、東京都杉並区小木久保3丁目、東京都足立区千住中町の東京芸、大前交差点千住中町公園前、交差点付近と東京都足立区千住1丁目、岡山市北区の南方2丁目交差点。 国体調交差点などにおいても実施されている。また、住宅街や学校のそばを経由して、主要道路と並行して走り、別の主要道路と交差する道を指定された時間帯のみ一方通行にし、それ以外の時間帯は両方向に走ることのできる一方通行道路もある。自転車一方通行、編集歩道、自転車道において自転車の一方通行の規制をする。 場合には、矢印に自転車のマークの、自転車一方通行の道路標識を設置して、一方通行の方向を指定して、交通規制を行う。危険運転致死傷罪の適用、編集自動車運転致傷行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、一方通行の規制に故意に違反して、交通事故を行う、一方交通の道路標識は、 各国で異なっている。一方通行車両進入禁止いずれも一方、通行出口の逆走側に設置される。日本において一方通行の規制をする場合には、一方通行と車両進入禁止の道路標識がタイになって用いられ、全車の標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では、 校舎の標識を設置するのが通常である。また、歩道、自転車道において自転車の一方通行の規制をする場合には、矢印に自転車のマークの自転車一方通行の道路標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では車両進入禁止の標識を設置するのが通常である。単線環状鉄道を 列車を片方にしか進めない一方通行で運用することがある。港湾やその付近の水域において船舶の衝突防止のため水路に一方通行が設定されることがある。展示会、展覧会などで見学する歩行者に対して一定の順序で展示物を巡回するように通路に一方通行が設定されることがある。一方通行は一種伝達が 一方的で相手に伝わっていないことや、その状態にある人間関係も指す。諸外国の交通分野における環境施策の取り組み事例について、海上保安庁、よくあるご質問人と防災未来センター、観覧案内、展示ガイド。ありがとうございます。